加計学園グループは加計学園を含めた日本の学校グループ。グループ内で最初に設立された学園である岡山市北区大町の加計学園に橋を発することからこのように呼称される。保育園、幼稚園から小学校、中学校、高等学校、大学、大学院、特別養護老人ホームまで幅広くグループ校を設立している。グループ内の各校は 進学入試において関連校入試を開いており、グループ校への進学はより有利な条件で受験することが可能であり、淳小保育園から各大学まで全ての教育をグループ校で受けることも可能である。本グループに所属する各校はグループの設立者である、加けつを学祖としている。ただし、高橋市に設置された学校法人淳商学園を呼び、その流れを組む。 社会福祉法人順証福祉会、医療法人順証会においては、設立者である、かけつとむとは別に、福西主家公学祖に準ずるものと仰ぎ、設立者であるかけと同等のものとして衰退している。グループ学園はそれぞれに、以下の理念を掲げている。詳細は夏季、下記遠隔の不死、各法人のページ等を参照のこと。創業者であるかけとの指教後は、 その子である、加け孝太郎と加け宮子が、各学園の理事長職を継承しており、それによって系列立てて運営されると同時に、グループ上の協力関係を維持している。なお、加け美術館のみ、どちらの系列にも属さない、両系列による共同出運営施設である。加け孝太郎によって運営されている系列、グループ初の学校法人として、 岡山県岡山市北区に本拠を置く、加計学園を主管に置く。加計都によって運営されている系列。高橋市に本拠を置く、淳商学園を主管に置く。特に学園名である、淳商を法人名にいただく団体は、同地において、淳商女学校を設立させた、福西四景校を、準学祖として衰退し、学祖である、掛とむと同等のものとして扱う。 学園法人名である、淳章の語は、福西が人材育成の指標としたとされる四字熟語、恩順訂正を直接の由来とし、原出典は、孟子の伊順貯めまっさ。目掛け布の道なりない氏は、来期の、君子は城に帰ってその志を和らげじゃ、平気の木は、体の中に置かず、近く肉体すべて淳章の道によって、本義を実行せしむにあるとされる。各学校の来歴は、 各校の項目を参照すること。注釈出典、ありがとうございます。